はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラゴンクエストトレジャーズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日のモンスター厳選はこいつです。ゴールドオークですね。前回オークイーンを厳選したんですけども、あいつはねベホマラー持ってなかったんですよ。でコメントによるとゴールドオークがベホマラーを覚えるみたいなので、こいつを厳選したいと思います。まあオークイーンもバイキルト覚えたので、まああれはあれで良かったのかな。うん、まあとりあえず今日はゴールドオークのおしゃれさん、ベホマラー持ちを探したいと思います。もうねオークの、変化っていうのは分かってるので見つけやすいかな。まずは武器なんだよね。そして服と仮面ですね。では探していきまーす。まずは1匹目出ましたね。でも武器が違うだけか。はいはい、まあまあまあとりあえず一発目だからね。武器だけ違うタイプです。2匹目出たけども服の色が違うね。うん、服がノーマルのやつとなってます。でもまあまあ仮面も違うし、うんうん、いいんじゃない。できればまたね黄色が欲しい。黄色の方がレアなのであいつを探したいね。また赤ですね。赤の、武器だけ。違うな。もう上級おしゃれさんだけでいいんだけどもね。ゴールドオークはね、赤が出やすい。いや、むしろもう、今これしか出てないな。いかんね。ちょっと赤以外、欲しいね。なんだっけ、赤と黒と、黄色か。うん。オークインの時黒は結構出たんだけどな。いやー、これいかんね。ゴールドオーク、出にくい。オークインはもうちょっと出たと思ったんだけど、ゴールドオークはね、今出た。黒に仮面だったね。うわ、失敗したー。一匹逃がしたな。まあまあいいや、とりあえず朝にしてあと30分厳選してみましょう。失敗したー。朝にしたら2発目で出た。こんなことある？朝にして2発目って。はい、仮面付きだね。オッケー。でも今回、服が違うやつがまだ出てないんだよな。服違うやつも欲しい。おっと、初めて、服が違う赤色が来た。初めてだね。よし！ようやく来た。黒です、黒。久しぶりだな。まあまあ、最初のね、午前中終わる時に黒出たんだけどね。ようやくここで黒をゲット。よし。来ました！ついに来た！黄色！黄色の地獄の魔装出ました。来たー。でも槍だけだったか。まあまあいいでしょう。もう少し。それでは終了ですね。見てみましょう。10体ぐらいかな。うん、オークイーンが確かね12体だったと思うんで、うん、そんぐらいじゃないっすかね。まずノーマルじゃないやつもいるのでお断りしていきましょう。8、9、10、じゃ、11体！まあまあまあ、オークイーンとあんまり変わらないぐらい出ましたね。うん。やっぱ立ち上がりがなんかね、出にくいんだけども、一回出だすと結構出る。で、名前はね、やっぱり一緒のやつがいるね。タカギンとかタノキューとか、よう見るね。ファランクスも、ナイトファイラスにいたね。はい。では、クオールとニーブルは、虹じゃないね。まあ、そいつから見てみましょう。お！金色なのに、5つ持ち。ちょっと待って。待って。ベホマラだと思ったんだけど、キアリーマがついてるな。使
持ちか。キアリーマとベホマラーを使える奴がいるっていうことかな。で、これ金だからおそらく特性は2つでしょ。だよね。食いしん坊、不思議ボディ。ああ、まあ、いいやつでは、あ、いや、食いしん坊は良くないな。俺食べ物はやるのめんどくさいんで、いりません。で、ニーブルはどうだ。ああ、呪文なし。で、特性2つ。もちろんいりません。はい。では、下から行きます。ゴージャン。どうだ。あ、ベホマラ、いた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 。ベホマラ持ってる。うんうんうん。あ、なら、ベホマラとキアリーマを持って、で、サミダレ好きと、あとなんかがいいのかな。うんうんうん。オッケー、わかったわかった。まあ、ベホマラ持ちがいるっていうのがわかってオッケーです。やっぱり食いしん坊があるか。不思議なボディと車係。これはね、いいんだよね。この二つはオッケーだけども、食いしん坊いらないな。ゴーじゃん。まあまあ、ベホマラあるので、いいんじゃないですか。極道。どうだ。あー、五つ持ち。で、ベホマラ、いやいや。できれば、そう、キアリーマもね、一緒に欲しいですよ。次は、あ、一匹狼あるんだ。ならば、一匹狼と車がかり、不思議なボディ、それが、最適かな？はい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 。ベホマラー持ちでした。まあまあ、こいつは仮面も被っててね、かっこよかったんだけども、まあいいでしょう。ルドルド。5個持ち多くない？結構5個持ちいるね。でも、ベホマラーだけ、悪くないんだけどね。うわ、熱血感。そしてく、あ、食いしん坊なんだよな。食いしん坊いらない。タノキュー、よくある名前。よー、5個持ち多すぎ。5個持ち多すぎだけども、キアリーマついてるやつがない。あー、ダメですね。2つはいりません。次、あー、次は4つ持ちだね。これベホマラーとキアリーマ一緒にならないか。いや、なるはずだよね。これ完全ランダムのはずだから、なるはずよ。あ、特性はいい。最高。熱血感一匹狼の、あ、違う違う。食いしん坊あるじゃん。食いしん坊見えなかった。食いしん坊あるとダメです。俺は嫌い。高銀。おー、5個持ちだけども、こっちはキアリーマだけ。いや、5個持ち多いよ。食いしん坊絶対つくのかな。食いしん坊いらないんだよな。こいつは赤で、服を着てるやつ。ダメです。うん。食いしん坊やっぱ絶対つくかな、これ。では、残り2体。ジャックとファランクス。この2体が、武器が黄色です。黄色武器。一番珍しいやつです。頼むよ。黄色のいいやつが欲しい。キアリーマだけ。で、聞いたら、両方がいいけども、ないとなるならば、キアリーマよりもベホマラーだね。うわ、二つか。ダメです。これ全然ダメ。ラスト、ファランクス、頼みます。どうだ。うわー、キアリーマのみ。ベホマラーが欲しい。やっぱり食いしん坊は絶対つくのかもしんないね。はい。まあ、ゴージャンが一番良かったかな。ベホマラーあって、うん、不思議なボディと車がかりで、いいかな。ベホマラーと、キアリーマ両方ついてるやつが欲しかったんだけども、ちょっと、ハイブリッド型が出なかったですね。はい。ということで、今日は、ゴールドオークを、厳選しました。ベホマラーがあるって聞いたので、厳選したんですけども。まあ、ベホマラー付きはあったんだけども、キアリーマまで一緒に持ってるやつっていうのが、できれば欲しかったな。オークイーンは、バイキルトとベホマラー両方持ちがいたので、そういうのが欲しかった。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。